はい、どうも、こんにちは、レッチです。さあ、今回はね、前回チュートリアルをプレイしましたミニランド、本編やっていきましょうか。まあ、この体験版では5日間だけプレイできるというとこで、さあ、このゲームね、こう最初かなり狭いんですけど、これをね、なんか毎日もらえるね、なんか土地のカードみたいなもので広げていくみたいです。で、まあ、こうなるともう何もね、できないですよね。まあ、地下に行ったりで資源を獲得できるんで、ちょっとね。まあ、何しようかなと。5日間か。すぐ過ぎ去っちゃうよね。今できることをすると、スペースエリットワールドで、これすでにありますね。ちょっと。これがなんか毎日配られるカードで、いろんなバイオも置いていくよと。これをここに置いて、世界を広げていく。これじゃ同じような感じなんで、置こうかな。で、一旦閉じて。で、これゴブリン来ましたね、これね。これ味方らしいんですけど。家を作ってあげるのかな？まあ、ちょっと好きにしてくださいと。で、これ地下探索できるんですけど、まあ、やっぱやるなら多分松明か何かいるんじゃないかな？まずなんかね、クラフトテーブルみたいな、作りたいですけど、何がね、これは砂かな。だからいるね。これは取れないのか。ああ、まあ虫だね。うん、硬い。お、倒したけど何もなさそう。これは石かな。ちょっとこれ使っちゃおうかな。これ砂漠みたいなもんでしょ。これ氷ね。氷は上でしょ。北欧と。さあさあ。あ、これ石か。ちなみに。まず毎日どんだけもらえるかだよね。ゆっくり世界が広がっていくっぽいんで、探索ってよりかはなんか自分の世界を広げていく系だと思うんですけど、あ、畑かちょっとやろうかな。結構あるわ。じょうろはまあいいかな。じょうろはいいです。で、これがクラフトだね。で、手で作れるものとここで作れるものかな、あるみたいで。ああ、木の板に手でできるんだね。すごいな、こいつ。錬金術師みたいな。松明はね、ないです。だから作れるのはこれかな。加工した石とか。あ、それ。え、個別なの？めんどくさ。そっか。まあ、使、ああ、いや、使わないっすね。うん、使わないね。あ、木の板はいいんだね。これ何に使うんだ？ああ、ツールとか、道具か。なるほど。で、これ焼くやつじゃないの？これほら。ああ、木を木炭にできると。これどんなんだっけ、これ。何かを入れるんだよ、これね。自分が燃えてるみたい。道具作るやつじゃないか。で、何しよっかな、こうなったら。あ、そう、畑、畑。どっちかな？なんか右のこの草原の方が肥沃そう。これてか植えられんの？あ、植えられるわ。あ、水いるんですね。さあ、カット、カット。お花が成長そうだけど、いいです、いいです。食料はもう最悪動物を殺しますけど、とりあえず畑かな。まあ、植えちゃおう、こんなもんね。邪魔なんで。さあ、じょうろ取ってきて、これか。いや、水なんてね、めんどくさいですからね。いかなるゲーム、あ、水いるの？組み方は？どうやって組むんだろう、水。あ、右クリックか。左クリックはただ振ってるだけなんでね。
水ありました、ありました。いけ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 。よし、ここで OK と。どうしようかな。もうお腹空いてきたんで、なんか食べないとまずいですね。これ食べ物かな。あ、これは、植えるんだな。見えなく、あ、これか。全然手持ち使えるもの使っちゃって、これもそうか。あ、これ食べれるっしょ。あれもグッドフォアスープか。あ、で、こう砂漠には木植えられないね。緑化プロジェクトしないと。あ、食える、ほら。さ、キノコ、やめろ。これ食べれないよ、絶対に。頼むぞ。食べてないか、それ。まだ殺さない方針で行こうとしてるからやめてくれ。殺す方針に変わっちゃうよ、そうなると。さあ、もう終わっちゃう。あれ、一日終わっちゃうね。10分もないんじゃないかな。火足りなかった。木炭作るために木炭いるんじゃない？ね、矛盾しそうですけど。で、夜ね、生まれてくるんです。ゾンビか。それ類するものが。もう危ないかな。もう危ないよね。片足突っ込んでます、危ないに。どんぐり植えていこうかな。これは水いらないんだね。さあ、剣持ちながら寝よう。で、扉閉めて。扉閉めて。寝ますと。オッケー。どう？あ、進んでる進んでる。左上の時間進んでますね。安全でした。さあ、水は今日いらないのかな？あ、あ、来た来た来た。なんかいっぱい来てるいっぱい来てる。あれがカード獲得ね。毎日ゲットできる。まあ、カードだよと。あ、でもこれ木の板にすると燃える効率は1になるんだね。なるほど。全然燃えないじゃん。オッケーオッケー。さあ、これはまあ、松明用なんであんま使いたくないかな。で、まずね、ちょっとツールを作るやつを作ろう。ワークベンチかな。これこれ何これ。これワークベンチじゃね。ワークベンチからだよね。ツールテーブルです。板がいるぞと。はい、来ました。この中置けるか？狭い。ゴブリン来るな、こっちに。君が来ていいような場所じゃないよ。さあ、バケツ作れるかな。ただ使うもん違いますね。このちょい石邪魔なんで使っちゃいたいですけど。まあ、今んとこ何もないか。ちょっとじゃあカード見てみようかな。音楽あったんだ、このゲーム。ないと思ってましたね。銅培養も形成しようか。多分動物もね、増やせると思うんだよ。駐在にいたはずなんで、増やす場所。まあ、そういうのも自分で作っていくと。こうか。いいね、いいね、いいね。ちょっとなんかね、壁とかで分けちゃったりしてね。壁作れないかな。ちょ、キートロキー。さあ、こんな感じで毎日得られるもので世界を作りながら、まあ、マイクラ的な感じで、こう畑をやったりね、家を作ったりすると。で、地下の世界を探索したり、まあ、あと夜の、ね、今さっき出てこなかったけど、敵との戦いもあるんで、まあ、いろいろなね、要素があると。まあ、世界作るっていうのはなんかゴッドゲーム的でありますよね。どういう、まあ、ジャンルかわかりづらいですけど。まあ、カードみたいなものを貯めてって、まあ、好きなバイオムを、ね、並べれると。これが本編のね、通常の機能なんで、これ世界を広げていくというゲームですね。ちょっと地下行ってみたいな。超えとこうか。これ違うっけ？あれ？何これ？今何持ってるんだ？あ、植えられるね。あそこには無理なんだね。で、松明作りをして、では行ってみようかな。暗すぎるんですよ、ここ。
まずこの、そう、このはしごにね、1個置いといて。上なんかあるな。まあ、松明あるとは言ってもね、せいぜい5個しかないんで、これ温存して、これ水か、よくよく見たら。水だよね。あれ？水かな？でも高さ違うから水か。どっか違う方から、ここかな、今だと。いって、光ってるものはね、希少な資源だと思うんですけど、わ、なんかいるなあ。あれ、虫かな、普通に。地下結構あれだね、狭いですね。狭いっていうかなんだろう。もっと広いパターンもあるかもしれないですけど、進みづらいね。さあ、これも時間がね、あんまわかんないけど、今一応昼か、そんくらいかな。半分経ってます、時間で言うと。このね、時間がわかるんで、その点は嬉しいかな。だから地下にいても、帰れると。あ、違う違う違う。これ上氷だけど、バイオームの置き方は関係ないよね。うちは上に氷置いてたけど。なんか層っぽいか、これ層っぽくないですか？ちょっと。これ上とトレースが同じじゃない？私は砂漠ならそうだよね。暗すぎる。わ、なんかいるな。下が砂漠とかが荒野っぽかったんで、それっぽいっすよね。ちょ、待ってよ。これをね、もっと把握するためには、この松明、このはしごから左に行って、1、2、3、2か。2マスで水。1、2、そうだよね。1、2、3で、この2で、ここが水なんで、上の世界を広げると下も広がっていくと。なるほど、そこは同じなんだね。なるほど、なるほど。だから形が歪なんだね。ここのせいで、ここのせい、形が歪なのは。これでどんどん毎日、まあ、こなしてって、広げてって、地下も広げていくと。そういう感じなんだね。拾えないですけど。ああ、いっぱいなのね。あれ、何なんだろうな。さあ、もう寝ちゃいたいですね。まあ、ちゃんと夜か。ゴブリンがついてきたんですけど。何入れよっかな。まあ、この石いらないか。ツールをね、作らないですから、すぐには。これ、だいぶ良くなったんじゃないかな。なんかやたらと、これ植えるやつじゃないの？あれ？あ、これ木か。あ、これか。木がいっぱいあるね、じゃあね。これ今何持ってるんだ？あ、ここのやつか。バイオームごとに違うんだね。まあ、ちょっと大変です。あ、これいらない。はい、どうぞと。てか上のあの氷は取れるのかな？こうかな。氷っぽいのゲットしたね。バイオムで多分資源も違ったり動物も違うんだよね。ヤギが氷にはいて、草原には多分羊と、まあ、ヤギもいるっちゃいるな。森かな。アルパカがこの森っぽいのかな。草原は羊みたいだね。で、荒野みたいなとこには、なんだこれ、アライグマか。アライグマなのか、こいつらは。もうほぼタヌキみたいなやつがいると。もう一日だけ寝たいですね。まあ、もうじきなんでいいですけど。いや、こいつの家を作るのかな？多分 ね、未だに作れてないですけど。ちょっと広げないと難しいね。で、これ、まあ、5日間だけできるんで、まあ、次寝たら3日目ですけど、まあ、カードは5日目で終わるんなら、まあ、最初持ってる分、除けば4回配られると。まあ、それを使って作っていくんですけど、なんかね、まあ、動物の牧場とか、まあ、畑作るにせよ、やっぱ同じバイオームが連続する方がいいんで、ちょっとなんかね、ゲットしてすぐ使うっていうのは、ちょっとこういうなんか、これ砂漠と、こことここなんか違う気がするんで、
ちょっと難しいですね。上の、多分雪山もそうなのかな。まあ、雪は同じだと思うんですけど、まあ、あれは同じか。なんかちょっとね、なんか置かれてるものが違ったりするんで、バイオームの数を把握したいですよね。もう夜でしょ。さあ、寝させてもらって。ゴブリン待ってます。さあ、これで、カードが出るんですよ。あれ、カードは？あれ、今日のカード、あれ、ドローンできない？ドロー、今日は。今日のカードはないですか？来た来た来た。はー。森が多めだね。さあ、こんな感じでね、カード、あ、てか、減り出しています。これ、普通に拠点を作ったりね、生活しながら、毎日ゲットできるカードで、どんどんね、優雅に島を発展させていくと、世界を発展させていくと、そういうね、ミニランドというゲームですね。いずれミニからラージになると思うんですけど、始まりはミニです。